こんにちは。今日、12月24日、クリスマスじゃないですか。クリスマスイブに、まあ私はね、自分へのプレゼントとして、キットと一緒に、ちょっとね、こう1時間旅に出てきました。非常に楽しかったですよね。いやー、楽しかった。でもお金はかかりました、やっぱり。<laughs> お金かかるんですよ。アメ車、キットを乗る。お金かかるんですよ。ね。まあ、 どういったお金がかかるかはもう言うまでもないですけども、通常家族で移動するときはベルファイア。奥さんと二人のときはセルシオ。そして一人のときはキットのいるナイト2000。金かかるっすよ。ガソリン入れたんですよ。6749円。今日かかりました。そして、ついでなんで買い物しました。ドラッグストア。プライスいくらかなといえば、 1万5261円。今日の会計2万円ちょっとがすでに出てるんですよ。で、家に帰るとね、置き薬の藤自薬院が来てました。5716円持ってかれました。ということで、ここまでで3万円ぐらいなんですけども、えっ、ー、と、お肉屋さんにも行きました。えっ、ー、と、食べました。ランチ。3266円。3万ですわ、もう。ちょっと気を許したら3万円1日ですっとんじゃいます。 しかも今日クリスマスじゃないですか。奥さんにプレゼント4万円ぐらいのやつ。ね。えー、エステのちょっとした家庭用の機材をね、買ってあげました。山戸くんにも当然おもちゃのプレゼントをしました。これ1万円ぐらいですね。何なんですかね。うん、私は自分の人生を生きるのに月3万円ではできないんですよね。 もし月3万円でやろうとしたら今お話したことを全部我慢しなくてはいけないんで私の人生は我慢の連続になるでしょうねで我慢があの全然役に立たないとは思わないんですけどもしないでいい我慢っていうのはしないでもいいんじゃないかなと思うんですよそれはもうすでに心の鍛錬とか何かの目的を持った我慢プラスに向かう我慢じゃなくてもうお金がないから 我慢するみたいなねネガティブな我慢じゃないかなと思うんですよ、うん、でも逆に言えばいくらお金使ってもいいよって言われても私の使うお金ってのはこの程度とも言えるんですよねもうこれで十分と思っちゃってるんですよどちらかというと他者に使うお金の方が圧倒的に多くて自分に使うお金ってのはあんまりないんですよねうん3万円じゃちょっと難しいですね誰かにお金を使ってみたいなと思うこの欲求は、 万万円円月に3万円のお小遣いいじゃ足りないんですだからやっぱりビジネスをして自分の思っていることをおなんかね実際に実行するための、まあ、お金ってのが稼げるようにはなっとかないとなと私は思うんですよね。うん、月に3万円のお小遣いで、うん、それは自分が望んでいるのかなって思ったらどうでしょうかね。もちろん お小遣い以外にも家庭っていう尊いものをやっぱりねいわゆる運営してるってことを考えたら3万円の小遣いだけで人生は測れなくってもっともっと、うん、形ある豊かさっていうのはねあると思いますけどね、まあ、でも3万円ではできることが少なくて、えー、前回お話したようにいさかいの種になるお金が足りないことがトラブルの種になるっていうこと大いにあるんでありすぎるのもまた新しいトラブルがね生じるかもしれませんけども ちょっと余るぐらいにあるっていうぐらいではいかがですかねいってらっしゃい